バネちゃん、私、橋を作りたいの。そんな姉さんには、こちら。ポリーブリッジ。え、なになに？まあまあ、まずはチュートリアルをやっていこう。ぬう、またこのパターン。で、これは、見ての通り、岸と岸をつなぐ橋を作るんだよ。お、なにこれ楽しそう。うん、普通に橋を作るだけじゃなくて、いろいろと考えることがあるんだよ。で、そうなの？一体何を考えないといけないの？まずは、橋のパーツの長さ。もともと決まった長さまでしか伸ばせないんだ。うんうん。すごく長い一本橋はできないんだね。そういう、魔法の技術はないんだ。地道に頑張ろうね。はーい。で、それだけなの？簡単そうじゃない？ほら見て、橋の強度も考えないといけない。ただただ繋げば OK。というわけにはいかないんだ。ふむふむ、ちゃんと物理法則も考えないといけないのね。そしてさらに、予算って概念もあるんだ。え、お金も絡んでくるの？そうなの。いくら強くしたくても、決められた予算内に収めないといけないんだよ。うわ、考えることがたくさんだ。この、予算ってやつが、すごく厄介なんだ。と、言うと？予算内に収めることはもちろんだけど、いかにして安く済ませるか、というのが勝負の鍵なんだ。え？予算内に収めればいいんじゃないの？そういう説明じゃ？いやいや、この予算から浮いた分が、私たちのお小遣いになるんだよ。なんだって。ということで姉さん、予算の半額を目指して、橋を作ってね。そんな。でも、あくまで目標だから、頑張っていこうね。お小遣いのためとはいえ、これは難しい戦いになりそうだ。よし、まず最初のステージ。予算7000ドルだから、3500ドル以下を目指そう。とりあえず、まずは予算内で、頑丈な橋を作るよ。木材で、まずは骨組みを作って。丈夫な橋は、正三角形を目指すといいみたいだよ。正三角形、ということは、角度は60度だね。うん、覚えておこう。そうそう、算数だね。まさか、こんなところで、図形の勉強が役に立つなんて、思わなかったよ。世の中、無駄なことはないんだよね。すごく実感してる。そうそう。思わぬところで、想定外の知識を使う、って結構あるからね。これからも、いろいろなことをやっていかないとね。日々勉強ね。あ、でも、無駄なことはないとはいえ、むやみやたらに無駄を増やすのはダメだよ。バレたか。この機会に、謎の予算半額を、うやむやにしたかったのに。そういうことはさせないよ。コツコツと頑張るか。バネちゃんが監視してくる。私は現場監督か何かか。バネ監督、丈夫な橋、できました。うむ、武骨だがよし、実際に走ってもらおう。それは、橋、だけに。バネ監督どこ行くの？よし、じゃあここから予算削減していこう。まずは補強を抜いてみて。なるほど。これは良くないか。両方やると大変だから、片方ずつやっていこう。道路の長さの関係で、正三角形にできなかった部分を、あえて正三角形にするようにして。あとは間隔で補強を入れて、これでどうだろう？と、なんか良さそう。綺麗な三角形をベースにして、これはどうですか？そもそもダメか。補強を入れれば大丈夫ね。しかし、ここからあと1000ドル、できるのかなこれ。よく見る橋を参考にして、作ったよ。これはどうだろう？これも中央に補強を入れて。おお、できたできた。面白い。でも、やっぱり下がいいのかな。予算削減が難しかった。最初の部分の補強は大切、と。うんうん、もう一声。橋が先に崩れたら、すぐに止める。車が何台あっても足りないからね。
ちょっと思考を変えて、あえて真ん中は補強なしでやってみる。これはどうだろう。思ったよりも安定しているよ。これは大発見かもしれない。補強の木材の長さを短くして、さらに切り詰めていくよ。いいね。尾根監督、これで許してくれないですか？うん。いっそ、ジャンプする形にしてみたら？ジャンプ？ほら、こんな感じ。なるほど。最初から陸続きは諦めるパターンですか。ほら、クリアできた。もうちょっとじゃない？ちなみに、これ、ジャンプしないようにするとどうなるんだろう。無限に続くやつだね、これ。いろいろな意味で、これでお願いします。ほら見て、残り79ドル。負けてよ、尾根監督。まだだ、まだ諦めてはならぬ。で、本当にできるのかな、これ。見て、尾根ちゃん、残り1ドル。お、ほんとだ。ある意味すごいよ、これ。木材の消費量を抑えるために、ちょっと工夫。これでどうだろう。やったよ、おねちゃん。ついに目標達成だよ。お、本当にできるなんて。すごい。これ、まだまだいけるのかな？姉さん？うわーん、ゴールできない？また芸術的に引っかかったね。ぬぐぐ、これは悔しい。けど、この額が限界でした。3402ドル。うん。目標達成だね。おめでとう、姉さん。ふう。これ、まだまだ先は長いんだよね。ざっと、あと100ステージぐらいあるみたいだよ。すごいね。これは大変だ。でも、頑張れば一攫千金のチャンス？そういうこと。まだまだ頑張ろうね、姉さん。うん。もうちょっとだけ頑張るよ。